さんこんにちは。ニューヨーク在住芸術大学院生のさきです。今日はですね、私がすごく好きな本屋さんに行きたいと思いますので、その様子を Vlog に撮っていきたいと思います。ではレッツゴさん、こんにちは。では先ほど家に帰ってきたので、皆さんと一緒にちょっと開封をしようと思います。はい、こちらパソコン用のモニターなんですよ。こちらですね、わかるかな。ベストバイというお店で買ってきました。言い訳をすると、これをね、買おうと思ってたんですよ、アマゾンで。もう一個別の会社と悩んでいて、でずっと見比べてて、いやでもそろそろモニターやっぱり欲しいなと思っていたところ、これを今日見つけてしまい、しかもなんとアマゾンより100ドル近く安い。でもこれは運命だと思って買っちゃいました。じゃあこれを開封していきます。まあそもそもなんでモニターが欲しくなったかっていう話をすると、まあ動画のね、編集とかもちろんモニターあった方がいいんだけど、まあ別に YouTube も始めてそこまででもないと。で、今、3月に公演を控えてるんですけど、それが全部 Zoom なんですね。で、Zoom でアシスタントディレクターをしてるんですけど、いつもの私のやり方だと、パソコンを置いて、 iPad を置いて、パソコン上で4つ画面を開いてやってたんですよ。13インチの MacBook なんですけど、ちょっとそろそろ限界だなと思って、では行きたいと思います。じゃーん、はいはいはい。私が今回買ったのはこのレノボっていうブランドです。では早速組み立てていきたいと思います。
土台はこんな感じで、レノボを買った理由がこのモニターのスタイリッシュさですね。普通のやつってドーンってここがあるじゃないですか。でもレノボはここが空いてるのでスタイリッシュでいいかなと。こんな感じになっております。嬉しい。重さなんですけど、まあ別にそんなに重くもないから、移動させたいときは場所を移動するにも全然厭わない感じですね。あとは見てください、これわかりますか？すごい薄いんですよ。なのでまあ将来的にあのアームのやつに切り替えたいなと思ってるんですけど、それでこうつけてもすごいスタイリッシュな感じはありますね。あと私がすごいこだわってこれがいいなと思ってた理由は、これここに今シールは貼ってるんですけど、あのマークがないんですよ、ロゴので。今日も見に行ったんですけど、スタイリッシュなやつでもここにねドーンってシルバーの文字で入ってたら、なんかそれだけでちょっとかっこ悪い感じがすると思ったので、この端っこまで画面があって、かつここにマークがないものを選びました。はい、こんな感じでセットアップしてみました。いい感じなんじゃないでしょうか。唯一の難点はこれが机じゃないっていうことだけですね。これ実は棚なんですよ。ここにいろいろものを入れてるんですけど、まあでもパソコンもあるから、だいたいキーボードはパソコンで打つし、ここに置いてたら寝ながら映画も見れるし、とりあえずはこんな感じでいいんじゃないでしょうか。やっぱりスタイリッシュですね。これにしてよかったです。これを買ったのでこれからも動画作り頑張りたいと思います。はい、では今日はこちらのモニターを開封していきました。いかがでしたでしょうか。面白かったよっていう方や、これからも更新待ってるよっていう方は、ライクやコメントで教えてくれると嬉しいです。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot.It's almost like I can't stop, can't stop.